これ今カメラを構えていますかね、セカンドベースの後ろで。うん、そうですね。そして八百板がトンボを持って姿勢のその高さというこのくらいの位置ですよというのを示しています。ランナーは秋広です。あ、このトンボをくぐるようにしてタイムを計測しています。これは上体が起きないようにその低い姿勢のままスタートを切るという練習ですか。うん、そうですね。あ、やっぱりこう早くトップスピードに入っていかないといけないですから、はい、それが浮いてしまうとね、あのロスする部分が出てきますから、またこの足の速さと盗塁というのはイコールではないという話はよく聞きますが、こういった姿勢の部分それからスタートの部分というのはまた一つ技術がいるところになってきそうですかね。うん、そうですね、はい、やっぱりこうスピードに乗るのが速い選手と、はい、あとはスライディングですよね。スライディング、そこでスピードが落ちない選手っていうのは、まあ、盗塁がねこう盗塁数を重ねられる選手っていうのはやっぱそこら辺ですよね。うん、あとはそのピッチャーとの駆け引きもあるんですけども、はい、この松原の走塁技術あるいはこの盗塁というのは清水さんいかがでしょうか。もともとスピードの選手ですし、もっともっとね、はい、盗塁の数だけでいうともっとできると思いますよね。ですから打つ方もそうなんですけども、はい、まだまだねこう高い数字を出せる選手だというふうに思いますね。もう秘めているポテンシャルは去年の数字以上のものがあるということですね。いや、持ってるものはね素晴らしいですし、体も強いですからね。そうですね、故障っていうのはね、離脱しなくてはいけないほどの故障っていうのは、あまり聞いたことないですし、ですからね今シーズン、非常に注目をしてるんですけどもね。この走塁です。先ほどスライディングの話とトップスピードに乗るまでのお話がありましたが、今の松原の盗塁はどうでしょうか。今ねスライディングなんかもいろいろ意識しながらやってると思うんですけども、今こうあれですよね、そのスライディングのスピード、どのあたりでねこうスライディングを仕掛けてたらいいのかなとかね、はい、そういったところもあるので、スライディングも種類があって、普通のスライディングとあとこうかけるようにいく、フックスライディングみたいなのも言われますけれども、これいわゆる普通のスライディングでいうとどういうスライディングがいいスライディングというふうになるんですか。やっぱりこう あまり遠くから行かない方がやっぱスピードは乗ったまま乗っていけるかなとは思いますよね。近すぎるとまた窮屈になってしまう。怪我ね、近すぎてその足の入れ方だったりっていうのをね、ミスしてしまうと怪我にもつながるんですけど、この辺りやっぱり近いところでね勢いのままにいった方が、はい、そのスピードっていうのは落ちないと思いますけどね。はい、今の松原のいかがですか。いいと思いますと言いますかね、タイミングとしては早いと思いますね。こう同じ速さであっても弱いスライディングと強いスライディングではセーフになりやすい、その見え方も違うということもよく聞きますが、私もそのスピード感ですよね。はい、やっぱズルズルズルっていってしまうとね、なかなかスピードっていうのは出ないですから、まさにベース上というのは戦場ですということも聞きますけれども、そこのね、一瞬のタイミングでアウトになるかセーフになるか変わってきますからね。はい、ですからスライディングっていうのは非常に大きなところだと思いますよね。そこでいい形で走っていっても、そこでスピードが落ちてしまうと、セーフになるものがアウトになることもあるでしょうし、その逆もあるでしょうしね。そうですよね。